さあ本日の企画はですね、タカバカお宝プロジェクトホークス歴代4番コンプリートでございます。わー、来たー、待ってました。さあこちらの企画は福岡ソフトバンクホークス、そして前身の大英ホークス、さらには南海ホークス時代の歴代4番バッターのレジェンドたちからサインを集めてコンプリートするという企画でございます。はい、これ人気の企画なんですよ ね結構ね、うん、さあ今回はですね、番組スタッフが行ったんですけど、もう樋口くんじゃなくなったんですね。そうです、行かせてくんないですね。はい、何から問題があったんですよね。問題があったんですか。さあ今回は番組スタッフが兵庫県に向かい、レジェンドに会ってきたそうです。現在とある球団のですね、監督の師匠と言われている方、監督の師匠、はい、その方が歴代4番の方なんですけども、すごい方。さあ一体その方とはどんな方なんでしょうか。 VTR ご覧ください。41代西宮、結構前ですね。兵庫県の西宮にやってまいりました。まあ、今回もちょっとレジェンドの方にお会いして、斉藤 D は私競馬で当たって車買ったの。すごい、そんな当たったの。この中に、歴代4番の方がいらっしゃるみたいなので、ちょっと、行ってみたいと思います。西宮ね、元プロ野球選手結構住んでんだよね。高級住宅街ってのするし、あれ入ってる、ズカズカ入ってたよ。すいません。はい、こんにちは。あの高バカ軍団というものなんですけども、はい、はい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 、ホークスの歴代4番の方でよろしいですか。はい、柏原純一です。はいはい、おー、柏原さん。ホークス第41代4番柏原純一さん、1971年ドラフト8位で南海ホークスに入団。生まれた年だよ。南海ホークスをはじめ3球団を渡り歩き、強打者として活躍。引退後はコーチとして新庄剛志選手や大谷翔平選手などを指導した。柏原さんに当時のことを聞いてみた。先輩選手の中でこう印象に残ってる人とかあったりしますか。フリーバッティングで野村さん、門田さんのバッティングを見る機会があって、そう、ね、例えば10本フリーバッティングするとするじゃないですか。2代4番見てきてんだもんね。もうほとんど9本は確実にホームランです。10本中すげー、びっくりしますよ。門田さんは高いだけ、野村のさんは、野村さんはライナーで、野村さんとか門田さんとかとはプライベートとかも仲良くとかは知ったんですか。野村さんとはいろいろ教えていただきましたね。それは何でかというと、僕が一軍でレギュラーで出すといつもだいたい5月6月の入るぐらいまで3割以上打ってたんですよ。すごい。これが6月の中頃になってくるともうガタッと落ちて2割台になる。それである日家をに来られて、その時僕は新地で遊んでる。飲んでたんですね。もちろん説教されますよね。そうやって遊んでるからこうやってガタッと落ちてくるんだと。バットスイングしなさいって言われて、はい、わかりましたって。一応まあ何日かはしたんですけど、それで一月後また来られたんです。ああ、その時は南で飲んでたんです。あ、今度は南で。北から南に。お前はこのままではダメだからって言って、はい、野村さんのマンションの近くに引っ越して、1日過ぎかな、それからバトスイングス。あ、そっから2人で。ナイター終わって。濃かったですね、この時間は。だからああいう濃密な期間がね、みんなね、もう1年ぐらいあったらもっと節制していい選手になったかな。いろんなピッチャーともちろん対戦されてるじゃないですか、他球団の、はい、このピッチャーすごかったなとか。僕はたまには打ったんですけど、村田兆治さんです。嫌です。どこ来るか分からん、球速い、フォークボールは消える、はあ、いやったです。逆に相性良かったピッチャーじゃないんだな。意外とね、山田さんは打ってました。あ、山田久志さん。で、東尾も、東尾さんもそこそこ打って。東尾さんっていうのはデッドボールのイメージがあるじゃないですか。はい、うん、僕は一発も当たってないです。そうなんですね。よく考えてみて、あ、そういえば中洲で一回飲んだなと思って。関係性があるんですかね。そんな柏原さんは1976年4月17日に
初めて4番に座った。4番に入った時の試合は覚えてらっしゃいますか？あのね、僕が4番に座った時に、なんで僕がっていう感じがあって、1打席目がサードライナーです。2打席目がファーストライナーです。はい、3打席目がピッチャーライナーです。全部ライナー全部アウトです。全部ライナーで、はい、でも当時ってやっぱり野村さんもいて門田さんもいての時代じゃないですか。そこで4番にもちろん座られた、もちろん一緒に出る試合でも4番に座られたこともあったんですか？ありましたね。3番に門田さん、5番に野村さんがおったらなんか居心地悪かったですよね。真ん中でやってんだ。3番門田さん、はい、4番に柏原さん、5番に野村さんっていうクリーンナップの姿勢だと。はい、居心地悪かったですね。確かにプレッシャーがすごそう。ね、考えられないですもん、僕の力からして。その当時の力からして。面白いクリーンナップだね、当時ね。びっくりしますよ。あかんでしょ。あかんでしょ。そして話題は日本プロ野球史上唯一の出来事に。敬遠の球をホームランしてるじゃないですか。はい、スタンドインさせてますよね、はい、敬遠球を、はい、調べたらスタンドインさせてるのは柏原さんだけなんですよね。はい、にこの長く続く日本のプロ野球史上、はい、ホームランは長嶋さんがランニングホームランをされてるっていうのはあるらしいんですけど、スタンドインさせてるのは柏原さんだけっていうのは、この時って覚えてますか？覚えてます。ツーアウトサードです。で後ろのバッターがソレイタで長いから4打数か13打数で1本しか打ってないんですよ。確か俺が敬遠されたらどうせこいつは打ってないから、だから言い訳まで考えてね、大沢さんに。当時の監督大沢さん、うん、それでバットが届いたら三遊間にゴロになって、うん、あ1点入るな、よし1点欲しいからって、それがたまたま真っ芯に当たったんです。たまたま真っ芯に当たった。この敬遠球ホームランから18年後に起こったのが、そうよこれよ、阪神のコーチになった時に、まあ、愛弟子の新庄選手の敬遠の球をこうサヨナラ、あの牧原投手ですね、あの時はからヒットを打ったじゃないですか。これは何か相談とかあったんですか？あのね、練習の時にキャッチャーを立たして、でピッチャーにバッティングピッチャーの方にここ掘れ掘ってくださいって言って、とんでもないとこ、お前何してんの練習してたって彼に聞いたら、いや広島さんで敬遠されたから打とうと思いました。すごい練習してたんだ、うわそれ知らなかった。打ちたかったらベンチに向かって帽子バッターボックス外して帽子をヘルメットの下に触れって、俺が野村さんに聞くから、で野村さんが打っていいって言ったら俺が帽子の下に触るから、うん、そういう場面がジャイアンツ戦来たんですよ。バッターボックス外してベンチ見てこう見るじゃないですか。ああ見てるなって。監督、新庄が打ちたいって言ってます。え？あの目立ちたがりやがって。ああ打っていいよって。それで僕は触ったんです。はあ面白いな裏の話が。すげえ。彼はほら何でもやりたいやつだから、はい、今でもいろいろやってます。日ハムの監督やる時とかも特に連絡とかはありました。 LINE が来ました。ビッグボスになります。誰がビッグボスになります。ビッグボスってなんやろうなと思って、僕は日本の野球界を変えるみたいなこと言って、ビッグボスって。コーチした選手の中で印象に残ってる選手とかっていらっしゃいますか？大谷翔平です。すごいね。例えば練習したらまたバスに乗って1時間かけて、はい、飛行場行くんじゃないですか、はい、でまた飛行機乗って1時間以上乗ってバスでまた宿舎まで1時間以上かかるじゃないですか、うん、彼は羽田の時は羽田降りて電車で鎌ヶ谷まで行って鎌ヶ谷で室内で打ってから宿舎に来てたんです、それを僕知らなかったんですよ。後から聞いたんですけど、はい、そういうことをやってるわけですよ。だから今のこの成績は あの当時からもう先を見据えてやってたんだなっていうのはあります。それでソフトバンクとの試合でフリーバッティング見て楽しいのは
柳田のフリーバッティングと大谷のフリーバッティングです。あちょっと質が違うんですけどね。あ柳田は豪華にガーンと振るじゃないですか、はい、柳田も飛距離はすごかったです。あで僕は柳田が1年目入った時から見てるんですよ、2軍の試合から、はいはい、彼はバックスクリーンにぐんぐん放り込んでました。彼が1軍に上がった頃はもう投げるとこなかったですよ。あなるほど。インサイドの速いのも強かったしね、はい、は足も速い、肩も強い、うん、柳田さんの話も出ましたけど、ま、ソフトバンクホークスで注目してる選手とかっていらっしゃいますか？近藤です。近藤選手、近藤は僕は日本ハムの時に一緒にやりましたから。近藤っていうバッターは困ったらセンターからレフトに、はい、うまい具合に打つんですよ。でヒットはねいつでも打てるような感覚で打つんですよ。ボールを振らない、選球眼がいいっていうのはあるでしょ、うん、相手が嫌がるんですよ、ボール球振らないから。最後に歴代4番のサインを。あ嬉しいな。ユニフォームになりましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして柏原さんから MC3 人へ。すいません、なんとか頑張ってホークスが優勝するように3人の方しっかり応援してください、はい、よろしくお願いします。はい、柏原さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。柏原さんありがとうございます。本当にありがとうございます。面白かったね。いやすごい話聞けました ね。新庄選手の敬遠の話で実は柏原さんからこれ、ね続いてるみたいな形になってるっていう。しかもサインが出てたんですね。出てたっていう。すげえ。全然知らなかった、ね、監督野村監督の時代だからね。確かに確かに。新庄今の新庄監督のあの敬遠のやつはもう鮮明に覚えてるから、ね、確かに。あと大谷翔平選手がその時代からやっぱメジャーの移動が苦にならないような感じの練習してたっていう。日ハムってね二軍のやつが、ね、千葉の鎌ヶ谷なんだよ。あ知ってます。あ知ってる、はい、だからそれって札幌とさ鎌ヶ谷で。そうですね、すごい大変ですよね。全然違う場所にあるから。それを大谷さんが全部やってた。いやすごい。仲間か私服企画です。あ来ました来ました。どうしよう。これは WBC に出た記念で自分に買いました。はい、これジルサンダーですけど、ジルサンダー好きで。ジルる男は本当に最高だと。ジルる。